貧しいものは幸いだ。神の国はあなたのものだ。飢えているものは幸いだ。満たされるから。悲しむものは幸いだ。喜びが訪れるから。人の子のために嫌われ、拒まれ、罵倒され、悪魔だと言われるとき、喜び、踊れ。天に宝を貯めることになるのだから。彼らの先祖は同じ仕打ちを預言者たちにした。それしかないんだ。そんなわけないだろう。今飛んでいるものは災難だ。楽な人生は時期終わる。金がいらんとさ、狂っとる。今笑うものは災難だ。間もなくうめき悲しむことになる。皆に褒められる時は災いだ。彼らの先祖は偽預言者たちを同じように褒めた。心ある者は聞くがいい。敵を愛せよ。憎む者に親切にせよ。呪う者を祝福し、いじめる者のために祈れ。頬を打つ者がいれば反対の頬も差し出せ。そして上着を取る者がいれば下着も与えよ。求める者には与えよ。自分のものを盗む者がいれば返すことを求めるな。他人には自分がしてほしいことをしてあげなさい。自分を愛する者を愛したからといって祝福を受けるだろうか。悪人でも自分を愛する者は愛す。自分に良いことをしてくれる人に良いことをしたからといって祝福を受けるだろうか。悪人でもそうするではないか。彼女に触るなんて。話しかけたぞ。けがわらしい。いや、敵を愛しなさい。親切にしなさい。そして見返りを求めるな。すると大きな報いがある。意図高き神の息子となるからだ。恩知らずにも狡猾な者にも神は親切にする。慈悲深くあれ。父が慈悲深きように。助けてください。人を裁かなければ裁かれない。非難するな。そうすれば非難されない。許せ。そうすれば許される。主の道をお示しください。与えよ。そうすれば与えられる。あなたが使う物差しであなたも測られる。盲人は盲人を導けない。二人とも穴に落ちてしまうだろう。人の目のゴミは気になるのに、自分の目の中の丸太を無視するのか。先生、お導きください。主よ、あなたが必要です。あなたを産み育てた母はなんと幸せな方でしょう。神の言葉を聞き従う者の方が幸せだ。